こんにちは、アキです、シーズンも始まり、各地域のブロック大会が終了しました。で、ブロック大会ってノービス、ジュニア、シニアとなってますけど、その年齢制限とか、そういったものって皆さんご存知でしょうか。今日そういったことをちょっと解説してみようと思います。はい、でまず覚えておかなければならないのが、スケートにおけるシーズンというのが7月1日から翌年の6月30日までということになります。だから6月30日がシーズンの最後で、7月1日がシーズンの始めなので、6月中に試合がある場合は、まあ、その、前のルールでというのかな、やってて、7月1日以降に試合がある場合は新しいルールで、試合が展開されます。でよくスケートマニアの人たちっていうか、まあ、スケートオタクの人たちっていうのがツイッターとかフェイスブックとかそういった SNS で、7月1日になると明けましておめでとうございますなんてつぶやくことありますけど、それもスケートのシーズンの考え方です。はい、ではノービスクラスの年齢制限についてです。今のところノービスの年齢制限はこのようになっています。つまりノービス B が9歳から10歳、ノービス A が11歳から12歳ということになります。で、ノービスの出場資格、バッジテスト級における出場資格っていうのが実は男女でちょっと違います。ノービス B が女子が4級以上、男子が3級以上、ノービス A は女子が5級以上、男子だと4級以上です。まあこれどうしてもね、出る人たちの、人数なんかが女子の方が圧倒的に多いので、ちょっと少し基準が厳しめにしてあるんでしょうね。まああと女子の方が発達がちょっと多少早いので、特に思春期以前の子たちなんかは発達が早いので、まあおそらく女子の方が若干ちょっと厳しめにしないと、多分発達差とかもあるのかなと考えてます。ジュニアの年齢制限は男女ともに13歳から18歳となってます。ただちょっと女子もこれちょっと制限がちょっと厳しくて、まあ、6月30日の時点で15歳以上の場合、要するに15歳から18歳までだと7級以上取ってないとダメです。で13歳14歳だと6級以上で、男子はまあ13歳から18歳まで6級以上でジュニアの大会に出場できます。でシニアの場合は15歳以上で、さらに7級以上を持ってなければなりません。ただ特例として、全日本ジュニアで表彰台に乗ったりとか、かなりの上位に入った選手が日本スケート連盟から推薦を受けて、全日本選手権の方、シニアの方の全日本選手権ですねに推薦選手として出ることも多くあります。でまとめるとこんな感じですね。ノービス B が9歳から10歳、ノービス A が11歳から12歳、ジュニアが13歳から18歳、シニアが15歳以上で、13歳から14歳って要するにシニアにも出られないし、ノービスにも出られない、ジュニアしか出られないということで、女子の場合に限りですけど、この13歳と14歳の間は6級以上でジュニアの大会に出られると。で15歳から18歳までは女子は7級以上持ってないと、ジュニアの大会にも出られないと。だから15歳以上で7級以上持ってて、ジュニアに出るかシニアに出るかを女子の場合選ぶって形になりますね。もちろんこれ男子で7級以上持っててもジュニアに出るかシニアに出るかは、まあ、選べますけどね。はい、このような感じで、年齢の基準が設けられています。ただ、フィギュアスケートに限らないとも思うんですけど、体操競技なんかでもそうかもしれないですけど、あまりにもちょっと最近低年齢化が進みすぎちゃっているのが、ちょっと気になりますよね。他の競技、例えば相撲だとかそういったものは割と高年齢化がむしろ進んでるぐらいで、40近くまで現役で頑張ってるお相撲さんなんかもいますけど、フィギュアスケートの場合ちょっとそこが気になるところではあります。若いうちから、ある程度年齢がしっかりいくまで、トップアスリートとして、頑張れるように
そういった環境づくり、それからトレーニングの方法、まあ我々インストラクターも含め研究していきたいなと思ってます。今日はありがとうございました。